支部長、照合中のデータベースから新型人機の適合候補者が見つかりました。早速適合試験を受けてもらいましょう。君の仕事はわずか2つ。荒神の撃退とそのコアや生体素材の回収だ。荒神は1個の単細胞生物、オラクル細胞の集まり。その強固でしなやかな細胞結合は、同じオラクル細胞が埋め込まれた生体武器人機を使って断ち切るしかない。早速お前には実戦に出てもらうが、今回の初戦の任務は俺が同行する。とう時間だ。そろそろ出発するぞ。いいか、歯が立たないと思ったら絶対に無理をするな。行くな、行けろ。英雄気取りで玉砕したって誰も褒めちゃくれねえ。次入れ、ぶっ放せ。各自生き残ることだけを考えろ。今だ、フラットく死ぬな。これは命令だ。自分の身も守れない奴が張り切ってもろくなことにならねえ。仲間を助けるなんてな、一人前のやつがやることだ。だが助けてもらったらその恩は一生忘れるな。そんで一日も早く仲間を助けられるようになれ。身を犠牲にしてなんてな、最悪の下策だ。いいな、隙を見つけたら迷わず食らえ。これが生き残るコツだ。荒神を捕食すると身体能力が格段に強化され、相手の能力を奪うことができる。捕食で奪った能力は仲間に受け渡すことで強化できる。これは新入り、新型のお前にしかできないことだ。失敗して元々だ。気楽にやってみる。まあ、とにかく生き延びろ。あとは万事どうにでもなる。とっとと背中を預けられるぐらいに育ってくれな。Memories keep flooding in, showing the paths I should have taken. But now the time has run away from me. I cannot change a thing. You were everything. この計画が完遂されれば、人類は絶滅の危機を遠ざけることができるはず。エイジス計画の要、人類最後の謎、エイジス。ノヴァが引き起こすとされる人類の終末。エイジス計画が完成すれば、それからも守れるんだろう。生まれてくる子供たちに滅びゆく世界を見せるつもりなの。人類を新たな未来に導く、それがやがて完成を迎える。考え直すつもりはないのか。計画は最終の段階に近づきつつある。もう止められんよ。さて、人が神になるか、神が人となるか、競争の始まりだ。下がれ、後方支援を頼む。アジアリサ、どうした。ジン、あなた一体何を。違う、違うの。まずいな、こっちも囲まれてやがり。アリサを連れてとっとと穴蔵に戻れ。サクラ、全員を統率。ソーマ、退路を開け。我々は今この一瞬ですら存亡の危機に立たされ続けているの。生きているかもわからない人間を探す余裕はない。自分のことなんか何も考えずに生きていられたら楽になれるかも。誰かが渡らなければいけない橋。さて、君はどうする。後悔がないよ、しっかり考えなさい。守りなんだろう。どんなことだってやってやるさ。これは命令だ。全員必ず生きて帰れ。ちょっとぐらい休憩させてくれよ。